三村九段の二無囲碁ラジオ第15回。今回は今開催中の世界棋戦大支配決勝五番勝負日本代表一力両九段の戦いぶりについてお話をします。この放送は囲碁騎士40年子供囲碁道場と囲碁サロンを運営している三村智康が囲碁の情報をサクッとお伝えする番組です。えー、結論から言いますと <laughs> 見事1曲目を一力さん勝ちました。これはね日本中の囲碁ファン盛り上がってると思います。 この対局は YouTube の日本金囲碁チャンネルでライブ中継されました。解説は大名園九段ですね、えーと。皆さんこちらご覧になった方もいるかもしれません。私はこの対局があることは知っていたんですけども、自分の一家子供囲碁道場で仕事をしながら、時々寄付中継の画面を見る、5番を見るだけで、動画の方を見るのは無理だったんです。そちらの方は解説者が何と言っていたかわかりませんけども、まあこのラジオでね、5の 内容をお話しするっていうのはあんまりやったことないので、うまく伝わるようになるべく頑張ります。石を置いてお見せすることはできないんですけども、展開をお話しすると、一力量産さんが握りで黒番になりました。5番勝負なので、以降黒白を代わり番号に。 打っていきます。込みが8点ですね。これ、大支配ルール、特殊なルールなので、込みが大きいんですね。普通、6目半のハンでをつけます。先手がね、先に打つ分、うん、6目半の半で相手に払うんですけども、えー、この大支配では8点という大きな込みが設定されています、まあ。ほぼ中国ルールの7目半に近い込みです。最初は少しだけ白が有利な状態で始まります。で、黒を持った一力さんが、 手堅い布石を選んで、字を取って、白の釈迦九段が勢力を張って、大模様になるような感じで,で、一力さんがそこに入っていくような展開になったんですね。釈迦九段というと、中国の騎士で九段ってついている時点で、かなりすごい人なんですよ。段位制度が日本とは違って、すごく厳しいんですね。九段になるということは世界戦で優勝するか、準優勝が2回か、これどちらかしかないんですね。 九段になったということはもう必ずもう世界トップレベルの選手なんですね。中国の場合は。日本の場合は成績の積み重ねで長い年月が経つと、まあ私のように九段になったりします。年齢的には釈迦さんの方が2歳ぐらい若いんですかね。24と26か、24と27か、そのあたりですね。本局はそれで黒が少し攻められる展開になって、評価値的には白の方が少し良かったですね。だから攻めて、 得をして自愛で行くというルートでも白は全然行ける場面だったんですけども、えー、と90手ぐらいから白がね、本気で取りに行くような打ち方をしたんですね。もう殺しに閉じ込めていじめて小さく生かしても、地で決して、うん、悪くない状況だったんですけどね。一気に決めに行くような打ち方をしました。それで評価値的にはね、黒の方に傾いたんですよ。一力さんがうまくしのげれば優勢になるという、 状況になったんですね。で私が見ていても、忍げるかどうかは、もう全然見通しは立たないですね。だけど、まあ、一力さんはこういう展開が得意だから、これはチャンス来たんじゃないかな。勝率は黒80%とか出てるんですよ。でもね、忍げなかったら一気に0%になるに決まってるんですね。AI の忍のぎってのは本当にすごいんで、しかもこの持ち時間のね、制限がある中で、まあ、一力さんが正解を出せるかっていうところに注目が集まりました。 AI が示していた候補集を見ながら我々は中継を見てるんですね。それがまたすごい手だったんですよ。え、ここに打つんだみたいなしのぎの描手が示されていたんですけど、一力さんが AI の候補集にない手を打ったんですね。131手目です。それで勝率が下がったんです。で、ああ、そうだか、やっぱりここは厳しい、難しいよなっていう優勢の数字はそれで吹っ飛んでしまったんで、互角に戻った感じでしたけども、その 後に打った133手目がまたこの AI の,その予想に全くない手ですね。広報集の中にない手で。で、その手が示された瞬間に黒の一力さんの勝率がまたバーッと上がったんです。85%ぐらいまで上がったんですね。これは俗に言う AI 超えの一手を一力規制が打ったということなんですね。で、進んで、もう、 相手の受ける手はもうこれしかないっていう受ける手。それをし、が2手ぐらい進んだらもうはっきり形勢が良くなっていた。黒はね、こう進んでって断点を守りながら目を作らなければいけないんですけどね。その時に、まあ相手の断点、相手の傷も狙いながら自分のしのぎを見つけていく。その時に、普通は先手で効かせるところを打たないでいろんな方向から効かせるように、そこは保留しておいて単に打つっていうところをガチャッとね、 俗に決めたんですよね。先手で受けてくださいっていう手を打った。すごく初級者でも打てるような手を打ったんです。で、その後に、しかも受けてください、繋いでくださいの後に、またぐじゃっとすごい具形のね、手を打ったんです。これも次に切りますよっていう、すごく露骨な手なんですけども、いかにもプロにとっては盲点になるような気がつきにくい手です。この1,2,3がこの場における妙手順。 普通はちょっと気がつかない筋の悪い手なんだけども、先を読んでいくとこれが絶妙にうまい。このタイミングでこれをやったというのが最高にうまい手順です。よくこんな手見つけ出したなっていうような気がつきにくい手を一力さんが打ったんですね。で、これによって優勢になりました。しのぎが決まって。で、相手の釈迦さんは一気に取りに行くことは無理だと判断をして、予選勝負でなんとか追い上げを図る。で、私はこの辺りを見て、 まあもちろん AI と一緒に見て、この状況からこの目数差ならば、これはもう一力さん負ける心配はないなと。うん、安心をして一旦5番を閉じました。<laughs> 仕事に戻りました。実際この後終わってみたら、一力さんの1点勝ち、半目勝ちだったんですけど、このあたりがですね、この大支配の特殊なルールで秒読みがないんですね。持ち時間が3時間半。 で普通はそれがなくなったら、1手60秒で秒読みで打つんです。これは、秒読みというのは、まあ、例えば30秒、40秒、50秒、1、2、3、4って、秒を読まれ、読み上げられて、で、9、10って言われると負けになってしまうんですね。10って言われる前に打てば、また次の手は0から秒読みになる。何回でも、 これは60秒考えることが毎回できるんですね。もう本当に難解な局面になるとそれでも60秒大変なんですけども、そのボンミスは起きない。もうここまで来たら60秒で絶対ミスが出ないっていう状況になっていたと思うんですね。でも私がうっかりしていたのは大支配というのは時間がなくなると秒読みがなくて、込みで時間を買わなければいけないんですね。それをしないと時間切れ負けになってしまう。2目ずつ20分とか。 えっと、けど決勝戦の場合はまた少し設定が変わって、35分を2目で変える。それが3回まで変える。6目までね、払うことができる。でも、このトッププロの対局において2目ってとんでもなく大きいんですね。で、それで最後の最後に一力さんの時間が最終点本当に最後の341点ですかね。その1点目を打ったあたりで時間がなくなって2点引かれて、それでギリギリ1点残った。 ということだったそうです。これもネット中継を5番だけで私が見ていたのでは、組み取れない事情ですね。YouTube を見ていた方ならば、その現地の映像を見て、おめえさんがね、中国語をわかる方です,ですし、伝わったのではないかと思います。私はちょっとそこが分からなくて、見ていて、後でびっくりしたんですけどね。まあ、一力さん、釈迦さんクラスの選手でしたら、最後に自分が一点勝っている、半目勝っているというのは、もう最小差であっても、計算がちゃんとできています。 もうこれぐらいのレベルになれば、あ、よかった。一目勝ってた。とか、字を作ってから分かるっていうことはないです。これはない。プロの中でも、まあかなり下位の選手だったらそういうこともありますけども、このレベルだったら、今3点勝っている。時間はなくなりそうだけども、ギリギリ危ないけども、なくなったとしても、自分が1点は残るっていうことが多分分かっていたと思,思います。まあこれはインタビューを、一力さんのコメントを確認したわけではないんですけども、多分。 そうだと思います。ということで、まあ、終盤に関しては、もう、揺るぎない、逆転される、心配のない勝利だったと思います。とにかく、この、しのぎの妙集を見つけた、一力さんのね、この読みの凄さ、世界に、まあ、一力期、の強さっていうのはね、かなり示された、と思いますし、この対局は8月12日に行われて、その後、14日ですね、2日後に、第2局が行われます。で、この後は、また10月に3局目以降は、 行われる予定だそうです。今、これは中国の重慶で行われていますけども、その後また場所を変えて、3行目以降を10月に行うということだそうです。もう、とりあえず、まずは明日の第2局皆さん楽しみですね。えー、久しぶりに日本選手が世界優勝するチャンスがかなり近くまで来ていると思います。ということで、今回は大支配5番勝負決勝、一力両九段、まずは1勝目という、 ニュースをお伝えしました。それではまた次の放送でお会いしましょう。岸の三村智康でした。